この子はゆっくり来いし、私の新しい家族だ。いつもなら散歩に行く時間なんだが、今日はあいにくの雨なので家でまったりしている。しかし運動不足も良くないので、こうして体を動かさせるのも必要だろう。川城工房がゆっくり専用のランニングマシーンを試作してくれたんで、早速役立てさせてもらっている。この音は雷が鳴り始めたな。小動物はこういうのが苦手なことが多い気もするが、小石は雷を怖がったりはしないだろうか。やっぱりか。よしよし、大丈夫大丈夫。私のそばにいれば大丈夫だからな。ずっとこうしていられるならいっそ雷が止まなくても。そんなこと言ってる場合じゃないか。なんとかして小石の気を紛らわしてやらないと。音楽でも聞かせてみるか。ヘッドホンしちゃえば外の音は聞こえにくくなるしな。これで少しは気が紛れるだろうか。あ、このヘッドホンも川城工房の試作品なんだが、あいつら本当に手が早いぜ。ゆっくりの飼育実験が始まったって聞いた途端、あらゆるものをゆっくりサイズに合わせて作り始めたんだからな。雷も大丈夫そうだな。このまま雷が離れるのを待つとするか。いかんいかん、寝ちまってたのか。あ、小石も気持ちよさそうに寝ておる。どうやら雷雨は収まったみたいだな。お、あ、あれは、小石、よく寝たか？起きてみろよ、虹が出てるぜ。あはは、そうだろ綺麗だろ。私は虹って大好きなんだよ。暗いことがあった後はきっといいことがあるってことを象徴してるみたいでな。まあ、今は小石と一緒の毎日が幸せだから、暗いことなんて全然ないんだけどな。え、お散歩行きたいのか？そうだな、せっかく晴れたんだし、晩ご飯の買い物しながらお散歩するか。